浜市にああった洋学校である1866年江戸幕府により役人の指定に漢学を教授する場所として修文館が設立された。1868年に江戸幕府の崩壊とともに廃止されるが当時の兼業制機関である裁判所で教育機関を設置することになり11月に弁天にあった旧英学書に文学書を九州文館に 半額科を再考した1889年に北中通り6丁目の旧武術稽古書跡に移転合併時、公、官用の三課を設け、修文館という名称で開催された。1870年5月には、公、官用の三部門に、処方、数学の2課を加えた。この時、英学科が独立して、野毛の九州文館に移転する。その頃、 アメリカ・オランダ外郭派協会の宣教師、SR ・ブラウンが、英学校の教師に就任した。当初、入学者は、神奈川県の政府役人や、県内の住民に限っていたが、1871年1月に、旧ア津藩士、伊深カ・カジノスケが、東京の土佐汎用学塾を退学するときに、修文館で学木を置く話を聞いて、修文館で学木になった。 1870年頃横浜の事業家の高島、カエモンが伊勢山下に愛、シャドウを設立した。アメリカ合衆国長老協会の JH バラ選教師が英語を教えていた。バラは日本キリスト公会の巻会に専念するために、米国で中学校の教師をしていた JC バラを招き、1872年6月にバラは来日し、 創業者の高島かえもんと契約を結び、愛、シャドーの教師になった。愛、シャドーは一時700人近い生徒を要した。創業者の高島は1873年1月に神奈川県に寄付した。県立州文館と愛、シャドーを合併して横浜市学校になった。そこで SR ブラウンと JC バラが同僚になった。 1873年3月に校舎が消失したので、校舎を野毛山に移転し、市中京立修文館という名称になった。1876年ブラウンが修文館を辞任するに伴い、修文館の松平貞明と小前扱角いぶかかじを含めた十数名により、山手211番地ブラウンの自宅で、ブラウン塾を開くことになった。すると、 JC バラの塾から押川正義、熊野雄ナナ、上村正久、藤井金六、ヘンリー・ルーミスの門下より、山本秀輝、T.A. パーム門下より、アメナモリのぶなりが入塾し、横浜毎日新聞社の島田三郎や白石直司も合流した。ありがとうございます。